U17 アジア杯予選第1節日本9の2ネパール10月23日ハマッド・ビンカリーファ・スタジアム今まで日の丸を背負って多くの海外遠征を経験してきたしかし公式戦は今回の U17 アジアカップ予選が初めて広山臨監督などから親善試合との違いを何度も聞かされていたがいざキックオフすると ほとんどの選手たちがこれまで味わったことがない緊張感に襲われた。レパールとの初戦、チームは落ち着いてゲームを進められず、12分には一瞬の隙を突かれて先制点を献上まさかの展開に、改めて、アジアの厳しさ、を思い知らされた。そうした状況下で力強いプレーを見せたのが、横浜ユースに所属するフォワード浅田大将、1年、だ。 ツートップの一角でプレーした浅田は、最前線で体を張って基準点となっていたが、前半の途中にフォワード谷大地、トスー1 8 1年、と役割をチェンジ。中盤と最前線の間に降り、つなぎ役を担いながら背後のスペースに飛び出していく。この入れ替えが高を奏し、前線が活性化、谷の同点弾で1 1として迎えた19分、浅田は MF 瀬口大将。 神戸 U181 年のスルーパスに反応し、見事な裏抜けから逆転ゴールを奪う。前半アディショナルタイムにも左サイドハーフの MF 竹本翔平、福岡 U181 年のクロスに反応。冷静に決めて、自身2点目をもぎ取った。前半を5対1で終えた日本は、後半に入っても攻撃の手を緩めず、浅田も果敢にゴールを狙っていく。 64分には左サイドから持ち込み、ミドルレンジで右足を振り抜き豪快にネットを揺らしてハットトリックを達成した。84分にお役ごめんとなったが、ストライカーとしての才覚を遺憾なく発揮した浅田。中学時代はボランチを本職とする選手で、ユース昇格後にトップ下へコンバート。本格的にフォワードでプレーするようになったのは今シーズンからで、点取り屋としての暦はまだまだ浅い。 しかし、すでに自分の形を持っており、最終ラインの背後への飛び出しには絶対的な自信を持つ。自分のプレースタイルは裏抜けして、味方にパスを出す。そして最後に決めるところ、チームを勝たせることができたので良かったと試合後に振り返ったように、1点目は最も得意とするパターンでのゴールだった。ゴールへの執着心も強く、 相棒の谷が前半だけでハットトリックを達成したことで投資に火がついた。ちょっと焦りはありましたと苦笑いを浮かべたが、前半の半ばにあった決定機はフォワードとしての意地を覗かせた瞬間でもある。谷に渡せば得点の可能性が高まったが、自ら突破してゴールを狙うことを選択した。その一方で、U16 代表が勝つことが一番、というように、 チームを背負う責任も十分に理解している。今予選はフォワード吉田港会、鹿島ユース1年、MF 神田タイ大宮優柔も3年、といったリーダー候補がコンディション不良で不在。だからこそ、代表のコアメンバーであり、早生まれで最年長でもある自分が牽引する覚悟を持っている。自分が引っ張っていかないと、チームが勝てないと思っている。常にそれを意識して、 チームが悪い時は前向きな声をかけていくことは心がけていました。得点源として、チームリーダーとして。教授を示した男は初戦で結果を残した。だが、もちろんこれで終わりではない。来週の U17 ワールドカップを目指す U から16日本代表をさらに強くするべく、25日のモンゴル戦も貪欲にゴールと勝利を目指してピッチに立つ。